皆さんこんにちは、大分の高千穂館です。そして文豪の出演年段七色ベースの団長も務めております。よろしくお願いいたします。今回ですね、一つ、私の出身地でございます大分県豊後市のあるあるネタですね、共感ネタ、あるあるネタというとあるある探検隊とかですね、あるある早く言いたいなど、芸人さんでも、一世を風靡したように、有名なネタでございます。私自身もですね、延べ30年ぐらいですね、豊後市で過ごしてます。もちろん大分市とか、熊本市に住んでた時期もございますけれども、基本的なアイデンティティはですね、この豊後市にございます。今回ですね、この豊後市に住んでてですね、感じたこと、こういうことよくあるよねっていうことを、全部で5つほどですね、ご紹介いたします。もちろんこれ以外にもですね、まだたくさんあるとは思いますけれども、特に私自身が今感じていること、こちらをですね、ご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、豊後市ってどこっていうことをご紹介いたします。大分県のですね、南西部に位置しております。上のですね、地図で言いますと、濃いピンク、モーニング娘。で言いますとリーダーの福村美月ちゃんのホットピンクと同じですけれども、茶色で書くてますけれども、ほぼほぼ宮崎県のですね、高千穂町とも隣接してますし、熊本県の阿蘇地方とも、結構近いところでございます。もともとですね、2005年の3月31日に、市町村合併で誕生いたしました。当時のですね、大野郡、8つ町と村があった中のうち、7つの町と村が合併して誕生しました。ですから新しくできた地名という、意味でございます。で、人口はですね、2020年の大晦日の時点で、3.5 万人弱、切りました。3万4900とかそのくらいですね。だんだんともう合併して15年、もう1万人以上確か入っている、状況ではございます。一方で移住者も結構増えている状況でもございます。特産物が干し椎茸、この豊後の地域で方言でナバと言いますけれども、豊後の市の、キャラクターですね、ヘプタゴン、左側の虹色ですね、7つの町で7色ということでございますけれども、ヘプタゴンとその間がナバッピーという椎茸ですけれども、まさにこの椎茸の寄せナバから来ております。本当も日本一に輝いているほど有名な干し椎茸と、また豊後牛、こちらも種牛の部下なんかで仙台宮崎で行われたですね、和牛のオリンピックでも優勝したというところで日本一の牛とも言われております。そして甘蔗、さつまいもも多いですし、あとカシューピーマンですね、これ西日本では豊後の市が確か日本一の生産量だったと思います。また清川町のクリーンピーチ、桃でございますね、など農作物、農業が盛んな地域でございます。また一般的に、有名であろう観光名所ですと、原神滝ですね、3つ、水に関するスポットが出てますが、左が、原神の滝で、真ん中が青いのが稲積水中鍾乳洞ですね、そして、大野町の鎮南の滝が、有名なところでございましょう。でまたですね、豊後市は、全域がですね、まず大分豊後大野ジオパークといって、まさに滝とか石橋やですね、磨崖仏といったこの、阿蘇のですね、火砕流、9万年前の4回目の噴火の火砕流で覆われた大地ですね、要は足元、地球の成り立ちとかその岩石ですね、そこがメインとしたところがジオパークですし、それに合わせて、人々がどのように生活しているか、まさに灰色の石が近くにあって、石橋、加工しやすいので石橋ができたり、磨崖仏に祈りを込めたりとした文化が残っているというところで、大分豊後のジオパークでもありますし、さらに、南南部の方はですね、九州山地の一角、祖母山、傾山もございまして、九州でも標高が高いところでございまして、南の、宮崎県の、大久江山と合わせてですね、さまざまな生き物、命が暮らす生物多様性というところでですね、祖母傾大久江ユネスコエコパークにも、認定をされております。まさに
自然と文化に恵まれたのどかな大地でございます。なおユネスコエコパークがエコパパークになっております。大変申し訳ございません。まあそんなでですね、豊後大野市の中で、まあ今からですね、どのようなあるある、まああくまでもこれ私親方の視点ですし、まあ親方が例えばよそに行った時にこういうこと言われたとか、ね、こういう思い出があるよとか、まあ豊後大野市暮らしててそういえばこれがあるなというのを、まあ今回はまあ本当数少ないですけれども5つほどご紹介いたします。まず1つ目、豊後大野市出身ですと答えると、昭和の街のある市ですねと言われる。これね本当ありましたね。私がまあ2006年からですね、合併して2年目からですね、まあ県外に行きまして、その時ですね、こうまあ大分出身ですと、まあ、自己紹介するわけです。大学入って、で、大分のどこなのって言われると、豊後大野市というところでございますと言うと、出身言うと大体100%で、なんか昭和の街がありますよね、レトロで相当面白いところですよねってよく言われるんですけど、申し訳ございません、昭和の街は豊後高田市でございます。これまた大分県の北部でもある意味対角線上にあるんですね。位置的にはもう正反対の場所にあるところなんですけれども、ね、まあ、昭和の町、まあ、豊後高田市は、まあ、平成の大合併以前からは存在してましたし有名なんですね。この一方でこの豊後大野市というのは、まあ、当時もできて2年目ですし、まあ、今年で16年目の、まあ、新しい、まだ歴史のです、ね、新しい市でございますので、なかなか知名度がないというのも本音でございます。まあ、だからこそもうちょっと豊後大野のことを知ってもらいたいなという意味で、2010年にこう七色ベースという青年団を作りまして、まあ豊後大野に関することをですね、地元に関する活動もしながら、こういうブログとか動画にて、豊後大野市のことをもっと知っていただきたいというそういう根底があってから、こういうですね、まあ、SNS とかネット上での情報発信をしているという状況でございます。どうですかね、今も、まあ、だいぶ豊後大野市という名前も、まあ、大分県内では当たり前のようにももちろん、まあ、当時からね使われていますけれども、その大分県外の方皆さんねご存知でしょうか。豊後高田市もね、そばが美味しいですし、磨崖仏もありますし、温泉もありますので、ぜひ皆さんですね、豊後高田市と豊後大野市ももっと高いよろしくお願いいたします。メンバーにも豊後高田市出身のメンバーもいますのでね、そういう、まあね、温泉もあると言いましたけども、2つ目、戻ります。で、ですね、このよく、まあ、温泉県大分ってね、最初出た時も私はちょっと豊後大野市とか筑美市のことも考えてるのかなと思ったんですけど、まあ余談ですけど、まあ、私は温泉は好きでございますので、はい、まあもちろん温泉はないけどね、それ以外の癒しがあるというのも、まあ、豊後の PR ですし、この間どっかの駅かなんか豊後大野市内の私施設で見たんですけど、温泉県大分市誰が言うたんかっていう煽りのですね、豊後大野の観光のポスターがなんかできてたのが覚えてますね。まあ温泉県大分ですけれども、温泉がない場所もありますよというところのご紹介、まあ、ある意味じゃレアな豊後大野市でしょうし、あとそうですね、なんか言おうとして今ちょっと忘れたんですけれども、まあぜひですね、まあ、石風呂とかもねありますので、これも年に一度地元、まあ、その小方町でもですね入れるか入れないかというところでございますので、まあ温泉県大分、温泉だけではなくいろんなところにですね、足を運んで、そして豊後大野にも来ていただければ幸いでございます。で、まあ、そんな豊後大野ですが、逆にねこれがあるんだよというのは、ね、こちらのさっき言ったちらっと間違えておしまいました。イベントごとには大抵神楽が奉納される。これね本当これ多分私自身一番あるあるかなというふうに思っております。まあ、神楽というのはですね、もともと神社で奉納される、まあ、神主さんが奉納していた宮神楽というところが、まあ、発祥ですけれども、そこからだんだんとこう一般庶民、まあ、農民の方がですねこうやって神楽を舞うことが増えました。特に豊後大野市は、大野系岩戸神楽の発祥の地でございます。この岩戸神楽というのが、まあ、まさに農民が舞うですね、まあ、官職の被害の人が、舞うものでございますし、
基本的に岩戸神楽となりますと、日本神話をモチーフとしたいわばもう演劇なんですよ。演劇性、まあ、だからオペラとかではないですけども、演劇性神楽と言われております。ですから登場する神様や人数も多いですし、いろんなお面や衣装があるのが特徴です。特に、まあ、大野系岩戸神楽は大きく3つの流派がございます。写真で、左から順番しますと、御嶽神楽、清川町の発祥ですね。国指定の重要文化財にも選ばれています。で、浅地町発祥の深山流という、神楽、そして、大野町発祥の浅草流の神楽ですね。まあ、上津流というのもあったんですけれども、このまあ3つの流派がですね、この豊後大野市で誕生して、そしてまあ大分県内の、まあ、特に南部ですね、中部から南部方面、そして熊本の阿蘇地域にもこう広まっていくということで、まあ、まさに身近に、あの温泉はないですけれども、神楽は本当に身近にある存在です。まあ、合わせてその一番右がですね、まあ、一方でそのこの大野家岩戸神楽とは違って、例えば三重町にあります上田原神楽さんとか、あと川辺神楽さんとかですね、いや昔の臼杵領、臼杵の藩領だったところは臼杵の流派三輪流というのが、引き継がれています。こちら岩戸神楽と違いまして、どちらかといえばこう、まさに今左が3番目にあるようなですね、こう神主さんとかお面をつけずにですね、本当儀式的な演劇性の要素というよりも儀式的な、まあ、神楽が展開されてまして、ここがねまた面白いところですね。まあ、岡藩領、昔でいう武田ですね、岡城を元とした岡藩領と、そして臼杵ですね、県南の臼杵藩領とか、まあ、混在して、特に三重町は混在してるんですけれども、その文化が融合してます。まあ、そんなことでですね、神楽がもう身近にあっていうことで、大体何かこう、例えばあの道の駅のイベントでありますとか、ふるさと祭りとか、あとはこの春とですね、秋とこう地元の神社の祭りだもの、ほぼほぼね9割か 100% もう神楽が奉納されます。もう神楽が楽しみで、もう自分は俺はここの神楽が好きやみたいなね、人も多いですし、例えばこう神楽でもですね、神楽会館というのは、まあ、清川町にもあるんですけれども、まあまあ月1回のですね、神楽が奉納されているぐらいもう根強い文化なんですね。で、一つだけちょっと長くなりますけど、エピソードを語りますけれども、昔私の地元でですね、ふるさと祭りが行われました。で、その中で、まあ、神楽があって、その後にですね、地元 のローカルのお笑い芸人ノラレンジャーさんがですね、まあ、笑いライブを始めるということでステージに登場しました。そういった登場した瞬間、子供たちでバーッとね、舞台にステージに集まるわけですよ。お、ノラレンジャーさん、これ大人気だな、ね、ご本人だってもうやったと思ったらしいんですよ。ところが何しに来たかというと、その前にも神楽でですね、こういわゆるこうしめ縄で、写真にもありますけどもね、火ですね、こう白い紙をこうね、塀が欲しくて、こうそれをですね、舞台上にこう残った神楽、前の神楽が、ね、残っていたので、それを拾いに来たらしいんです子供たちは。もう正直そのお笑い芸人じゃなくて、その塀が欲しい、神楽で使ってた道具が欲しいからということで、それをね奪い合いに来て、こうノラレンジャーさん最初ネタする前に、はいはい、塀、みんな塀が欲しいんだね、はい、この紙あげるよあげるよって配ってたのが印象的です。もう本当の子供から、大人まで大好きな神楽ですね。まあ、特に大野系岩戸神楽、芝引きという、例えば木の枝をね、高木を引っ張り合って力比べするとかですね、五穀米といってこう餅をまく、演目もございますし、結構こう、まあ、里神楽ね、一般の、ね、方も回れるということで、こう観客と学院とか交流があるというところがまあ人気ですし、まあ、その神楽が身近にあるんだなというのを感じさせる、まあ、そういう風土で育っているということでございますので、とにかく神楽が人気です。小中高と神楽部もねありますので、まあ、ぜひ豊後の来た際は、もういろんな神楽のいろんな舞を、ね、そしていろんな演目をご覧いただければと思います。さあ、そんな豊後のですね、続きまして詰めはこちら、ケーブルテレビに知り合いがたくさん映っているということで、まあ、豊後大野もですね、ケーブルテレビがねあって、まあ大体週に一度オリジナル番組で週に一度、まあ、豊後大野のですね、1週間の話題を紹介する情報トレインという番組がございます。で、まあね、大体こう私もちょこちょこ見ますし、家族も見るんですけども、結構ね、豊後大野の方、ご覧になっている方多いです。そしてこう見ると、
あそこ、緒方町のあの人がまた出ちゃうなとか言われますし、で私もちょくちょく映ってるらしくて、例えば、親方、お前、この間、神頼み立てかぐらいにお前出ちゃったのとか、あと、ジオガイド、これ写真出てますけど、ジオガイドの最後、最終認定試験があったんですね、チンナの滝で。で、その時に、私、鮭のチーズを使ってこう滝の出来方を紹介してたんですけど、その模様もなんか結構長く映ってたらしくて、お前なんかチンナの滝で鮭のチーズを使ってガイドしよったのって言ってからよく 言われましたね。家の録画では撮ってるらしいんですけど、まだ私は怖くて見てませんが、本当文豪の世間は狭いと言いますか、合併して面積は広くて、人口もね、そこそこ、ね、増えた割には結構世間は狭いものでございます。いわゆる田舎ですけれどもね、もうケーブルテレビ見ると大体知り合いが出てますし、ふとしたイベントに出ると大体こうみんな知った顔もね、勝手に映ってるということもございます。ですね、余談ですけども、過去言う私も今度実は、約1週間後、実はケーブルテレビさんから取材を受ける予定でございます。私というのは団体がちょっと受ける予定なんですけども、詳細はまだ、今後、1月末か2月頭ぐらいに、放送される予定でございますので、お楽しみということで、まだロケは行えていませんけども、もうこんな感じで地元の、ケーブルテレビさんにはよくお世話になっております。本当余談ですけど、これは田舎あるあるでしょうし、特に文豪の人でも私の地元はもうとにかくちっちゃいエリアですので、もう本当顔見知りも多いですし、いろんな人間関係がね、わかるんですよ。こうテレビ見て、ああ、あそこはあれやな、なんとかさんとか息子じゃ今しばとかですね。あと、ああ、この人のお父さんは農協でやったしやわとか言って、もうね、仕事からもう人間ね、家族関係から全部もうね、お見通し、透き通る世界でございます。それが、ある意味田舎あるあると言いますか、文豪のも割とあるあるでございます。で、最後ですね、2つ目で紹介なんですけど、これはもう文豪の市というか、農村ですね、農業が盛んな地域にあるあるでございますけれども、2つまとめて、1つが道端に軍手が落ちている、2つ目が HB101 の帽子をかぶったおじいさまが多いということでございますけれども、まず道端に軍手が落ちているというのは、これね、ネット上でもよくね、あるというふうに言われてますけども、よく本当にね、軍手落ちてるんですよ。で、私、文豪の市内は結構、原付で、ツーリングをしておりますので、もう道路が真っ星、いわゆるおいた目で、丸見えなんですよ。で、見ると結構軍手落ちてますね。お食事中の方にいらっしゃって大変申し訳ないんですけれども、大体こう軍手がまず片手で落ちてて、ちょっと穴が開いてるんですね。で、ちょっともう古くなってて、で、その近くに大体こう藁と、あとこう牛糞が、要は肥料とかにもなりますし、道路に結構バーってね、ばらまかれてること多いんですけど、大体そういうところに軍手がありますね。両手で落ちてることはまずないですけどもね、大体片手であって、これネット上で見た時に、はあ、これが文豪のでもよあるなと、これ注目した方は偉いなというふうに思いました。私はエロいだけですけどね。はい、ということで、もう一つですね、HB101、 皆さんご存知でしょうか。植物を活気づかせる HB101 の帽子をですね、かぶった、おじい様が多いということで、植物を元気づける活性剤ということで、これなんかイベントなどで配られてるんですけれども、これね、結構非売品でね、こうメルカリとか見ると500円で売られてて、取引結構されてるんですね。結構蛍光の黄色で、夜でもね、見えやすい ね、交通事故防止になるんでしょうけども、これ人気な、このね、おじいさんも結構見ることが多い印象でございます。ということでですね、以上、駆け足で、ご紹介をいたしました。もちろんこれ以外でもですね、いろんなあるある、あるんですけども、ひとまず、文豪の象徴する、ですね、こちらあるあるを、私なりに感じてご紹介いたしました。これを機にですね、文豪の詩のことを興味を持っていただければ大変ありがたいなというふうに思っております。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタンですね、高評価やチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、こうね、続編とか文豪の詩に関する話題があれば、
また動画を作りますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた。